どうもこんにちは、ライラと申します。今回から2017年に任天堂 3DS から発売されましたポケットモンスターウルトラサンを遊んでいこうと思います。ブラックホワイト XY と図鑑完成まで実況をしておりますので、今回もそこを目標として遊んでいけたらと思っております。よろしくお願いいたします。アローラ地方のククイ博士から連絡です。いやこんな壮大な始まりなんですね。ちょっと待って。いやこんにちは。アローラに引っ越しする日がいよいよ近づいてきたね。アローラはいくつかの島が集まってできている地方。それが理由なのか珍しいポケモンばかりだぜ。そう、アローラにもポケットモンスター、縮めてポケモンがたくさんいる。ポケモンは本当に不思議な生き物でね。草むらや洞窟、空、海、至るところにいて、僕たちはポケモンの力を借りたり、助け合ったり、ポケモントレーナーとしてポケモンを戦わせたりするんだ。イワンコにアブリって言うんだ。後で遊ぶからね、待っててくれるかい。さて、みんなに紹介するから改めて君のことを聞くぜ。どの写真がいいか教えてくれるかな。どの写真、多分主人公の見た目を決めるみたいな感じかな。おお、この中から選ぶんですね。まあこれかな。登録もお任せするよ。ということで名前を決めるという感じ。ということでまた名乗りますが、ライラと申します。よろしくお願いいたします。おお表示された。 OK、 みんなに伝えておくよ。はい、うん、トロピカルキックのようにご機嫌な名前だぜ。ちょっと何言ってるかわかんない。じゃあ君の到着を楽しみに待ってるぜ。いやー楽しみですな。引っ越しの準備始めましょう。3ヶ月後、早い。突然の3ヶ月後。あ、お母さんなんだびっくりした。ニャースいるね。ああ、ローラで初めての太陽。
なんて眩しく暖かいの。よーし、ママ片付けるわよ。さあ、ということで、俺はニャースに起こされるところから始まるのかな？スイッチあるんだけど。もう時代ですね。なるほど、これで起きる。で、移動ができます。これで多分着替えるのかな。お父さんがくれた手帳をチェックした。なるほど。ちょっとね、設定をいじらせてください。 OK です。関東地方ジムリーダーからもらったサイン色紙。おお、レアい。グッドラックと書かれている。で、スイッチがあるんですね。カビゴンクッション、人をダメにすると言われてる人をダメにするカビゴンクッション。あ、ちょっと待って、着替えるの忘れてるんだけど大丈夫？多分着替えられますよね。戻れる？もう元気になったでしょう。ほら、アローラ地方は昼よ。遠く離れているから関東とは逆なのね。関東とは逆ねえ。ライラ、アローラのポケモンは楽しみ？もちろん、どうだろう不安煽るか、どうだろう。もう、あんたもう絶対にときめくわよ。リゾートとしても有名なアローラ地方。暮らしているポケモンたちもみんなご機嫌に決まってるわよ。そうですね。一応ね、前情報としては完全にね、俺、ツイッターでね、タイムラインで流れてきた、ナッシーぐらいしかわかんないんですけど大丈夫ですかね。どれだけご機嫌か、自分で確かめたらいいじゃない。ほら、ライラ、出かける準備をして。ということで、心得はね、見たよね。やっぱ、あれか。着替える。コートハンガーを調べた。で、なんか、さりげなくやっちゃったけど、B でダッシュができましたね。でも、それっぽくなったね。準備バッチリね。草むらには気をつけてね。ポケモンが来たらママ嬉しいな。じゃあリリータウンへ行ってらっしゃい。リリータウンってとこに行くのか。スライドグライドウェーブでドライブすごい、すごい番組やってる？ CM かな？こっちは？特に何もなし。いや、もうなんか新生活って感じですな。よーし、じゃあ外に出ますか。さあ、どんな世界が待ち受けているのか、非常に楽しみです。車あんじゃん、すげえ。サーフボード？で、キャモメさんが飛んでる。どうだろうね、もうリリータウンってところにもう向かっていく感じかな。それとも、あ、一番道路に出ちゃった。あ、もうすでに一番道路なんだ、ここが。なるほど。こっちは行けません。あ、誰かいる。こんにちは。B ボタンでダッシュして、私の歌どうかしら。いいと思う。ニャス。かわいいね。アローラの姿のニャスみたいな感じかな。なんかちょっと目の形というか違いますよね。で、一番道路。科学の力ってすげえいるんだ。世界中の人とお祭りを楽しめるんだと。
毎日がフェスティバルだな。いいこと言う。え、これ大丈夫かな、入って。え、ポケモン持ってないよね。バッグある？バッグはね、追加されてるんだけど何もないです。これハイロードすると何かあるか。お、何かが襲ってくる。迫ってくるだ。かわいい、かわいい。おお、いてしまった。めっちゃ可愛いんだが。おお、ククイ博士じゃないですか。おい、君はライラじゃないか。どうも、大丈夫だったかい？助けられました、驚きました。助けられました、ありがとうございます。ああ、そのようだね。それにしても驚きだぜ。ポケモンたちが勝手に飛び出して君を助けるなんて。改めて、ポケットモンスターの楽園アローラへようこそ。僕がポケモン博士のククイです。アローラでも人はポケモンと力を合わせ暮らしている。何よりポケモンがいればどこにだって行ける。草むらに潜む野生のポケモンに襲われてもパートナーがいれば平気だぜ。もっと君を助けてくれたポケモンたちを紹介しよう。お、お願いします。もう全然わかんない。もうモクロ可愛いよね。草タイプ、一回転してくれる。で、ニャビー、炎タイプ。で、足まり、水タイプ。実はね、彼らは君のパートナーとなるポケモンたちなんだぜ。お、え、3匹くれるんですか。もう遠慮なくいただきますけど。そうか、だから君を助けるため飛び出したのかもな。一匹、まあ、ですよね。もうそんななんか、都合のいい感じではないよね。どうしようかな。やっぱね、赤色好きなんで、ニャビーにしたいですね。ニャビーでいきます。炎タイプで。ニャビーは炎の技を使うのにややクールなんだぜ。炎タイプのポケモンニャビーがいいんだね。はい。めっちゃ可愛いんだけど。ニャビーに決めた。ニャビーに決めた。決めました、まあ、ニックネームはね、ちょっとポケモンのね、名前も含めて覚えるためにもデフォルトでいこうかなと思います。よろしくお願いします。多分ニックネームつけちゃうとね、まあ、つけてもいいんだけど、その名前で覚えちゃうんだよね多分。ニャビーを選んだんだね。君たちお似合いだぜ。ありがとうございます。これで君はポケモンを戦わせる、ポケモンを戦わせるポケモントレーナーになったんだ。なっちゃいました。さあ、ニャビーを入れておくモンスターボールだぜ。リリータオに行こうぜ。島キングに会うんだ。島キングってのか、虫キングみたいな。島キングどうして。どっちも気になるんだけど、島キングってなんぞ。君のパートナーニャビーは島キングからのプレゼント。だ、ククイ博士のプレゼントじゃないの。選んだパートナーを見せようぜ。何かお祝いがもらえるかもな。ちなみに島キングはね、ポケモン戦わせたら敵なしのポケモントレーナーさ。なんだろうね、なんかジムリーダーの代わりみたいな感じかな、島キング。それかジムリーダー、ジムリーダーでいる。リリータウンはこの先なあ。ありますね、割と近い。さっき渡したモンスターボールにニャビーを入れておくんだぜ。お、移動できる。で、ちょっと見てみようか。お、ポケリフレってやつが追加されてる。ニャビー、お、メス。
メスじゃないですか？こんな感じで、待って、ボールとかは多分これから買わないといけないと思うんで、現状持ってないよね、多分。5000円持ってるんだけど、なかなか大金。で、ポケリフレっていうのは？お手入れできる？仲良くなろう。なるほど、そういうことか。こういうことね。こういうことができる。かわいい。じゃあ、行きますか。さあ、出てきてしまった。ちょっとさっきのポケモンに会いたいよね。なんて名前なんだろう。お、ヤングスって言うんだ。へぇー。ヤビーさん。え、ちょっと技のエフェクトも見てみたいんで。あ、画面こんな感じなんだ。すげえ、かっこいい。で、技の説明もここで見られる。こんな感じ。じゃあ、引っかくからいきましょう。まあね、アローラ地方はね、初なんですが、まあ、ポケモン自体はね、別に初心者ではないので、まあ、なんとかなるかなとは思ってるんですが、まあ、過去の経験をね、生かしていけたらいいかなと思っております。よいしょ、オッケー。とりあえず、ボール手に入れたら、捕まえていきましょう。まあ、今はこっちだよね。さてと、これは、経験値を得て強くなる。まあ、これはいつも通りな感じだね。どうも。傷薬をポケモンに使ってあげれば、元気回復バッチリ OK。で、これは、傷薬ありがとうございます。嬉しい。で、割と広い感じ。で、こっちは、現状はいけないみたいな感じかな。後々いけるようになったりとか。いろいろな一番な道。いろいろな一番、あ、バトルしてる。勝てる勝てる。お、頑張ってください。これ多分会話かな？なあなあ、おお。すげえ、なんか陽キャみたいなお方が。君、どんなポケモンをパートナーに選ぶの？もう選びましたよ。俺ね、ハウ。君と一緒に選びたくて、待ちきれなくて来ちゃったよ。ごめん、選んじゃったわ。いや、俺選んでない体にするからさ、ちょ、もう一匹もらいに行こうじゃ。ああ、君のニャビー、すごく可愛いな。かっこいいな。って、もうポケモン選んでる。ちょいとアクシデントがあってね。ああ、福井博士これから向かっていくみたいな感じの途中だったのかな。俺のパートナーはモクロ君だよ。この流れだともう一人こういうポジションの人がいそうだよね、キャラクターが。これから楽しいことをいっぱいいっぱいしようね。かわいいなぁ。どうなんだろう、もう一人出てくるのか、それともそうでもないのか。俺とモクロから君たちにお願いだよ。これバトルかな。初めてのポケモン勝負、相手してくれるよね。わぁ、じゃあ待ってる。優しいなぁ。これ戦うまで待っててくれるんだろうな。まあ、でもさ、火の粉覚えてるから、まあ、いけると思うよね。いきますか。回復もしてくれる。優しい。フェアですね。さあ、モクロ。まあ、火の粉連発で多分大丈夫だと思うんで、まあ、それでいきましょう。
向こうは多分体当たりと、まあ、鳴き声とかその辺の技と、もう一つ多分草の技って感じですかね。オッケー、よーし、初勝利。おー、かっこいい、スタイリッシュ、表示が。ありがとうございます。すげえ、ライラー、君のニャビーもかっこいいな。パートナーもトレーナーもみんなが楽しいと思える。勝負をしないとね、それ大事。さあ、リリータウンはもうちょっと。リリータウンにおいでよ。よし、行きますか。じゃ、とりあえず、道なりにって思ったけど、あっちに道具あるんで、見ますか。完全に新しいポケモンだけっていうわけではないんだね。さあ、まひなおし、ありがとうございます。よーし、じゃあ行きますか。とりあえずボール欲しいね。リリータウンですかね。着いたぜ、リリータウン。カプコケコっていうんだ。へえ、そんなポケモンが。ついにポケモン名前にも点が入る時代か。島キングはいないようだね。また島のトラブルを解決しているのかな。島キング多忙ですね。何か歌いながら出ていったきりでは島キングノリノリだな。一度家に帰るね。かんちゃんにモクロを見せるよ。そうだ、俺も見せた方がいいんじゃない。町の奥には島の守り神カプコケコの遺跡があるんだ。挨拶に行くのはどうだろう。守り神会えるかもしれない。こんな早々に会っていいのかい。俺なんかが。とりあえず島キング町みたいな感じになるのかな。こういうとこ入れるんですかね。入れます。じゃあちょっと軽く観光していきましょう。こういうのもね、好きなんですよね、見て回るのも。この辺はね、なんか気になったところを、まあ、動画としてピックアップしていくみたいな感じでいこうかなと思います。結構カットをね、小刻みに挟んでやっていけたらと思います。島キング、原さんはメレメレで一番のポケモントレーナーす。ちょいとトラブルがあったようで出番ですなど出かけましたが、ということでね、まあ基本的にどの方もなんかチュートリアル的なことを教えてくれるというか、そういう感じですね。じゃあこの先行きましょう。守り神様にお参りかい。気まぐれだけど会えるといいね。会えるといいですね。いやすかわいいなね。アローラの姿のポケモンとかも捕まえていきたいね。ボールなんやけど、まあ、気持ちでその辺カバーできたらいいなって思ってます。あ、なんかオープニングのムービーにちょっといた子だよね、この子って。わかりました、遺跡に行きますから。バグから出ないで、誰かに見られたら困ります。あ、なんか忍ばせてたよね。なんかちょっと目みたいなのが見えた気がする、ムービー中に。中に何か入ってる。